皆さん、こんにちは、大人のための東映特撮解説でございます。それではいつものように麒麟さんにテーマ曲をやっていただきたいんですが、私ビール持ってきて、あ、来たか。ですね、ただいまこの雑音がしておりまして大変申し訳ないんですが、前回ですね、あまりにも暑いんでですね、ちょっとエアコンつけたらどうなるかなと試してみたんですが、このエンジンの音よりもですね、このマイクにかかる風の音ですか、あれがちょっと入ってたんで、今回はですね、風をですね、足の方に出すようにですね、やってみようと思って、そういう試みでございます。それでは君さんに、私は菊池さんです、よろしくお願いします。なんか不思議な雰囲気でございますが、あ、そうか、これを耳にしてるから、このインナーフォンっていうのは非常に便利ですけど、耳に入れたまんま喋るとすごくなんかこう響くんですよね、自分の声がね。乾杯。お疲れ様でした。乾杯じゃないよ。プロジェクタースタジオ、内田優作所長、江連隆先生、ありがとうございます。では、いただきたいと思います。万歳、乾杯。いや、ビールって本当に素晴らしいですね。すごいエンジンが音をしてるんですが、高級、撮影スタジオ兼高級撮影スタジオ兼、兼なんですか、高級軽トラックですね。でもこの間録音したらね、このエンジンの音は大した音なかったし、もちろん聞こえはしましたけどね、もちろんね。近所の方は今ね、草取りをやってらっしゃいますね。ですね、地球戦隊ファイブマン、今回は22、23、24を見ましたね。面白かったです。曽田さんですか、一番最初の渡部さんですね、光る美青年、これも面白かったです。でなんかあんたそういう恋愛みたいな、そういう色恋みたいなのがあんた好きなんじゃないのって、そんなことはないと思うんですけどね。そういうわけではないと思うんですけど、まあ何でしょう、光る美青年、この人光くんって言うんでしょうか、言うんでしょうかとか、放浪剣士クイーンキラーって言ったら殺す女王って意味になるんでしょうか、どうなんでしょう。キラークイーンって曲がありますよね、クイーンでね。柳永和子さん、1947年生まれ、女性なんでちょっとね、当時の年齢を言うのは控えさせていただいて、はまあこれも差別かもしれないですけど、81プロデュース、プロデュースでいいんでしょうか。で、5は何でしたっけ、ゴルリン18号、これは渡辺さんと長石さんですね、うん、渡辺さん今回 何作書いてるんでしょうね、調べてないかな、うん、あれはね、井上さんと、確か井上さんと藤井さんは調べましたもんね、何作だいたい5作ぐらいでしたね、確か失礼。この光る美青年、美青年じゃない、美青年でいいんだ、すごいな、美青年。美青年役は誰かと言いますと、なんと87年のマスクマンのレッドマスクです。
海津亮介さん、これは俳優さんの名前です。1961年前、この時29歳ですね。175センチ。この方が出てました。この方が、ほら、何でしたっけ、ソドムじゃなくて、いたじゃないですか。なんだっけ。双子のね、妹がいて。それで、そういう話ありました。王女か、王子か。名前思い出せないかな。ターボレンジャーじゃないですよね。その前ですもんね。これフラッシュですもんね。あ、これキッケ、キッケの時の人ですよね。名前思い出せるかな。ちょっと名前思い出せませんね。名前はちょっと思い出せないよ。なんだっけね、綺麗なお顔だし、演技も良かったですよね。良かった。良かったような記憶がありますね。その方が、あの人の名前なんて言うんだっけ。まあ、いいや。もう思い出せない。無理ですね。ほら、ターボレンジャーもね。ガイムじゃなくてね。なんかそんな名前でしたね。この話はですね、要は、ピンクですね。イエローピンク。じゃあ、イエローピンクじゃない？何？イエローピンク。黄色ピンク。ファイブピンクですね。ファイブピンクさんが、これちょっとエンジンの音、録音ではそんな入ってないのかもしれないですけど、うるさいな、消そうかな。でも消したら熱いよ。消したら熱いですよ。これ何言ってるか全然聞こえてないような気がするんですけど、多分聞こえてるんですよ。それ不思議なの。ですね、かずみさんですね。なんでかずみさんかなと思ったら、多分長女だからじゃないでしょうか。で、次女が、ピンクの、あれ？そうですよね、ピンクだから宮田和子さん。宮田和子さんは本名だから関係ない。かずみさんっていうのは名前ですよね。イエローが、イエローは、あれ？書いてないけど、なんでだろう。まあいいや。本当はよくないですか。イエローは成島、レミですね。そうだ、思い出した。一人だけなんか洋風の名前なんですよ。で、この和美さんが主役で、まあ、綺麗な方。で、僕と同い年ですから、この人は確か。当時はだから21歳なんですけど、若いんですよ。服が高島屋の包装紙みたいな服でしたね。あれがなんか、わざとなのかな。わざとだったらどういう意味があるんだろう。思いました。まあ話としてはですね、まあ、青年がその植物のために。まあでも映像としてはこれ長谷川さん、長井さんですよね。監督はね。映像としてはね、良かったと思いますよ。話自体はね、別にそんな、大したっていうか、まあ、飛行機でどっか行っちゃったって、アフリカかな？砂漠から住んでるところ。そういう研究をされてるんですよ。一瞬ね、何でしたっけ、ファイブレンジャーが、ファイブレンジャーで合ってますよ、ところで合ってますよね。タイトル。ファイブマンじゃん。情けないことです。ファイブマンが危機の時に、この、海津亮介さんですよね。この人が来たから変身するのかなと思ったらさ、やっぱりしないですよ、ね。でも、レッドですからね。じゃあ、マスク、マスクマンは、87年だから、っていうことは、4年前ですからね。だいぶ前になりますね。僕はすっ飛ばして見てますから、そんなに前ではないです、私にとっては、ね。あまり変わってなかったですね。まあ、綺麗な話、まあ、普通に綺麗な話っていう感じでしたね。そんな、
うわ、つまんないって話やな。じゃこれ、まあ、クイーンキラーですけど、このクイーンキラーデザインもね、顔はね、なんかいまいちでしたけど、まあ、いいなと思ったのが、あの羽が髪の毛みたいになっている。言ってることわかんないと思うんですけど、シレーヌみたいに、その、羽が頭の後ろから出てるんですよ。その、なんていうの、ツインテールっていうか、こう動くとこう羽が動くんですよね。あれが綺麗だなと思いましたね。うん。他は別に。まあでもあれは僕は初めて見たな。羽はやって表現する。なかなか素晴らしい。それで、いいですか？次いきますよ。23話、ファイブ分人形。これね、すごかったですよ。こんなものね、いやこんなものって言ったら失礼だけど、面白かったですよ。面白かったけど、僕こんなの好きですけどね、幼稚なの。幼稚っていうか、好きなんだけど、いや驚きましたね。この作戦もね、要はあのブラックですよ、今回のヒーローオブザウィークはね。今回ヒーローオブザウィークはあの分かりやすいですね。あの買われとか、 俺にやらせてくれとか言って、あのロボットで整えさせて自分でやりますからね。あの、ハイブク人形は、あの、ブラックが主人公です。あの、双子の、あの、レミと一緒に双子の人の名前は？名前は？あの人の名前なんて言うんだっけ？あの人、名前さん。フミヤさん、フミヤさんです。フミヤさんってなんだよ。この人が、あの、要はお人形を作ってね。で、要はその劇が、でこの人もなんか、あの兄弟喧嘩じゃないけど、なんか年上だからっつって、いつも偉そうにしやがってみたいに言ったりするんですよ。で、困ったなみたいな顔をされるんですよ。なんでそんなこと言われるかっていうと、その子供たちにぬいぐるみの、ぬいぐるみというか、何でしたっけ？パペット。パペットは人形ですよね。手袋人形って言ったらいいんでしょうか。あの、まあ、セサミストリートみたいな感じですよね。ああいうものを、あの、作るっていう、なんでしょう、ボランティアでしょうか、仕事なんでしょうか、わかりません。あの、やってて。で、それで、彼が脚本を書いてるの、脚本っていうのかな、人形劇が。言いますね。脚本で、その、自分が一番強いみたいな。で、他の弱いみたいな脚本を書いてたから言われたんですけど、嘘じゃないっつってね、やるんですよ。で、それで、その、結局、なんかお話を、いや、この作戦がね、みんな喜んでましたもんね、あの、ゾーンの皆さん。あの、例の、何でしたっけ。すいません、ちょっとこれいつものやらせていただきます。いかにも拙者はワルダーでござるが、拙者をご存知のご貴殿は、拙者まだビッグシャドウ殿にお目通りに願ってもらう。メドウですね。メドウさんが、あの、笑ってました。初めて、ね、笑うの見たっつって。あの、今回の敵の、なんて言うんでしたっけ。うわ、全然名前覚えられないですね。まあ、すごいスピードで見てるっていうのはまあ言い訳ですけど、ありますけど、なんだっけ、ドンゴロスだ。商人ドンゴロス。商人ドンゴロスが喜んでましたね。笑った笑ったです。メドウ様が。これは愉快っつって。何かっていうと、その、人形に、何でしょうね。怪獣、銀河怪獣、怪獣類。のっぺり星人。要はこののっぺり星人っていうのに、その、お人形の怪獣を似せたんですか。似せさ、あの、で、それをこう作った怪獣ですよ。だから、これがね、ちょっとね、あの、驚いたんですけど、ピクシブ見たら、あの、ピクシブに書いてましたけど、尻尾で攻撃するんですよ。で、尻尾っていうのは作るなっていうなんかあれがあったらしいんですよね。
でもこれをやったっていうね。だから尻尾攻撃っていいですよね。まあ大変でしょうけど、中の人は。それは大変だと思いますけど。でも見てて、あの、尻尾攻撃する動物って確かいますもんね。ワニとかやるのかな？これは良かった。まあ怪獣のデザインはね、まあ、そのぬいぐるみをませ、あの、要はその、あれが作ってるわけですからね。あの、ファイブラック。作ってる。二つ目いきます。今度はね、匂いがね、多分いいと思います。いい匂いがするはず。するはず、清涼学園。するはずですよ。ほら、もうなんかこうアピール、あの訴えてきます。私はこういう匂いでございます。発酵食品でございます。食品じゃなくて発酵飲料。やっぱりね、あの飲み物でも食べ物でもね、あんまり冷やすとね、あの香りも味もやっぱりわからなくなりますね。だからやっぱりそもそも冷やすっていうのはね、特に夏場は冷蔵庫なかったら無理ですもんね。氷もなかったらね、氷どっから持ってくるのって話ですよね。夏に北極行くんですか。まあ話はされましたが、まあそういう話で、まあでも可愛らしくて僕は好きでしたね。で、あの、次回予告をこのファイブくん人形っていうのがやったりして、いいじゃないですか、楽しくて。僕はこういうのは賛成ですね。ただ視聴率は、前も言いましたけど、26の時に 1.何% になりましたもんね。なんででしょう。子供たちもやっぱり、どうなんでしょうか。まあいろいろな考え方があると思うんだけど、子供たちが、これじゃつまんないってなったのかな。僕は結構、まああれですよ、好き好き魔女先生みたいなもんですよね。あれもなんかそういう可愛らしい話でしたもんね。まあそう、ライダーの方で。でもあのほら、メタルヒーローがこの時に警察になってるんですよね。だからその、兵器とかじゃなくて、その、戦争じゃない話になってるんで。だから、そういう意味ではだいぶ変わってますよね。あの、まあそういう圧力もあったんでしょうか。でも僕は可愛らしくていい話だ。曽田さん、満身創痍で書かれたっていう話です。まあ曽田さんは大体学生運動のね、そういう青春時代を過ごされた方なんで、こういうのを書くっていうのはどうなんでしょう。いや、こんなのもいけますよ。うちもね、結婚してるし、子供を見るしって言うかもしれないですけど、わかんないですけど。でも可愛かった。あ、ちょっと欲しいなと思いました。ファイブくん人形。もらってどうするの？いや、ファイブくん人形でスーパー戦隊解説すればいいじゃん。ね、ボケとツッコミでね。やればいいじゃん。そんなのあるじゃないですか。あの、ほら、いっぱい。ゆっくり解説とかね。別にいいとも悪いとも言ってないですよ。だから、その、そういう感じでやってもいいんじゃないですか。あの、いや、僕は賛成。ファイブくん人形。で、こっからは曽田さんになるんですよ。前作が、あの、あれですもんね。渡辺さんですもんね。曽田さんがここから連発します。4連発。で、これ面白かったです。僕、ファイブくん人形。これはなんか、あ、面白いと思って見てましたね。55歳で会ってますよ。で、銀河戦隊銀河マンってあったじゃないですか。前。あの、で、あの人たちが出てたらしいですね、これ。全然気がつかない。お笑い的キャラみたいな感じでしょうか。これもね、なんとも。全然気がつかない。銀河マンも言わなかったしね。で、なんだっけ、ゴルリン19号。曽田さんと東條さんですね。これは、でも、すごい作品でした。こんなもの見たことなかったですね。人形劇やるんですもんね。で、人形劇でやられると、後ろで見てるっていうか、
まあ、見てるんですよね。あのファイブマンが、例えばこのファイブブラックとかが問題苦しむっていうね、見たことないですよ、こんなこと。私、いやでも面白かったけど、でもすごいなと思って、もうなんかお祭りっていうか、なんかすごいですよね。で、あの怖そうな、あの何でしたっけ、お目通りだからメドウさんも笑ってましたもんね。あの人綺麗なお顔立ちされてますね。また後で出てくるみたいですけどね。声は違う人なんですよね、あれ。そんなんでいいかな。いや、これはね、本当楽しかったです。この人、こんなん好きですもん。こんなんばっかりだったらちょっとね、もうって言っちゃいけないけど。まあでも僕やったのも好きですけどね。まあだから、苦しいってことですよ。要は暴力表現が、やっぱりね、あの、修学未満のお子さんを見せるのはちょっといかがなもんかみたいな話ですから。そうやって言われたらやっぱこういう方に行くしかないですよね。実際上原さんとかはロボコンとか、あの、結構書かれてたらしい。僕はまだちゃんと見てないけど、いずれ見るんでしょうか。どうなんでしょう。まあそういうノリですよ。怖いところが、てか厳しいところがない感じかな。まあ光る未成年の方は、まあ地球環境がねっていう話がありましたよね。まあ、前回のあの、ほら、妖精が出てくるやつあったじゃないですか。前回ですよね。間違ってないですよね。お願いしますよ。あの、前回妖精出てきましたよね。あの、妖精の話だったじゃないですか。あの、何でしたっけ。前作、地球戦隊ファイブマン。え、ファイブマン今は見てるやつやん。お願いしますよ、ほんと。サーブレンジャーじゃないよ。なんだっけ。前作でしょ？前作だから、あれじゃん。高速戦隊、Turbo Ranger。これが、あの、ほら、妖精出てきたりとか。で、その、地球環境、あの、人間が、環境破壊がひどいから、妖精の力が弱まって、それによって敵が出てきたんだよって、元だと言えば、あんたが悪いんだよ。言ってましたもんね、妖精もね。まあ、だからそういう、その、まあ、エコロジーというか、当たり前のことですけどね、別に。うん、あの僕なんかに言わせればね、まあそういう話ですよ。あのまあこの何でしたっけ、レッドマスク、海津亮介さんね、そういう役割を、あのケッケはもうだいぶ前なんでね。え、なんでそんな話してんの。あ、それはだから22話の話でしょ、光る水。で、23話のその、モラル・オブ・ザ・ストーリーっていうか、モラル。いつもモラルってわけじゃないんだけど、あの、22話に関しては、そういう感じ。23話は、これは何でしょう、やっぱり、力を合わせてみたいなことなんでしょうかね。ちょっと、まあ、それより楽しいっていうことです。まあ、楽しい話でやったら。いいじゃないですか、中にあってもね。ライダーでもお笑い界ってありますからね、ギャグ界っつってね。あの、真面目な隆起でもさ、ありましたもんね、ギャグ界。あれあれで楽しいもんですよ。あの、ジオの時のね、井上俊樹さんの、あの、釈さんが出てる。あのマンホールの蓋のあの話も、まあ、ギャグ界なのかなんかわかんないけど、あれもねすごかったですね。あれはまあ牙ですもんね。あ、牙ですよね。牙あれだから出ましたよね。あの音屋の最初の恋人がね出ては最後に出ますもんね。あとあれ誰が出てたの。だって釈さんは別に牙関係ないですもんね。あと誰ですか。まあジオの話ですよ。24話のろかめでもあれはね宝石のように楽しい話でした。やっぱり井上俊樹さんすごいなと思いました。のろかめ忍者24話
これは面白かった。僕前から言ってますけどね、この何でしたっけ、ルミさんでしたっけ、ルイ、あのイエロー、ファイブイエロー、この人がね、なんかね、今回の屋台骨のような気がするんですよ。なんでかなと。でもね、蹴りもね、美しい、あの人。どうやってあの中国拳法を習ったのか知りませんけどね、非常に美しい蹴りですね。やっぱり運動神経がいいんでしょうね。あのルミさんじゃないよね、なんだっけ、あの人、地球センターファイルマン、レミ、全然違うじゃん。レミもなんか覚え方を作らないと覚えていけないんじゃないですか。あ、そっか、レミか、あのモグラヘアですね、エイスオブスペース。でもエイスオブスペースとレミさん、あんまりなんかイメージが。ジャパンアクションエンタープライズ、あの金田治さんですね。161センチですからね、身長ね。大変失礼なことを言わせていただくと、まあ、泥亀人形っていう話が、まあ、ヒーローズエイクがレミさんなんですけど、そんなにね、別に、どなたのお顔立ちでもないと思うんですよ。でもね、やっぱりね、彼女が出てくるとね、なんていうか、まあ、なんか、安定っていうか、まあ、安定。なんでしょうね。やっぱり、だから、そういうものなんでしょう。やっぱり、その、ほら、前に言いましたけど、女性っていうのは減点法で、こう、ね、ここがこうだからダメだとか、なんかね、あの、そういう減点法なんですけど、まあ、この人とかも本当いい例ですよね。そういう減点法じゃない、美しいって言って、あの、この要は何でしたっけ、これ全然説明してないんじゃないの。説明しましょう。のろかみ忍者、銀河忍者、あ、バツラギ、これかっこよかったですね。バツラギ顔がバッテンになってるんですよね、みんな。で、このバツラー兵339と、梅津秀明さん、1953年前。で、あの、バツラ銀は、あの、河合義雄さん、すいません、1954年前。あ、ほとんど同じ年齢ですね。でもこれデザインかっこよかったですね、バツラ銀。あの顔のデザインはね、いや、すごい、すごい発明だと思いましたよ。で、この、まあでもこの、要は、才能がないわけなんですよ、この3395。で、それで、あの、助けてって言って殺されそうになって、お前みたいな足手まといだから、ただ飯ぐらいはいらんって言って、あの、殺されそうになるとこ助けてって来たら、そのレミさんが、人間であろうと、バツラー、それとも、バッラー、あの、バツラ兵であるとね、同じだっつって、命に変わりはないっつって助けてくれて、で、その愛って言ってましたからね。まあ愛でしょう。だってあの、何でしたっけ、命を捧げてますからね、代わりに死にますから、ね、作戦もね、すごい。だからその、レミでしたっけ、レミにそっくりの形になって、で、自分が最初のおとりになってやられてる間にあなたが来て、ご身体を破壊しろっていうね。もう本当、押し向き満々。押し向き 100% の作戦で。これは僕は美しい話だなと思います。うん。思ったけど、っていうとこですよね。何が言いたいの？あの、もう30分になるけど、言いたいことあるんだったら言いなさいって。それがこの番組でね。まあ、兵士としてはどうかなと思ったんですよ。じゃあ殺されろって言うのかって。仕事ですからね。要は農民だったかもしれないじゃないですか。で、それで法律で強引に徴兵、すいません、30分済みますとか。徴兵されてね、まあ、いやいやっていうか。農業はすごかったかもしれないじゃないですか。まあ農業じゃなくてもいいんですよ、別に。ハンターでもいいですよ。漁師でもいいし。
そうかもしれないじゃないですか。そう、まあそういうことを考えるとね、まあだから、なんて言うんでしょう、難しいところですよね。まあ理想的な兵士ではないでしょうね。もういきなり寝返るんですからね。なんで寝返ったかというと、自分にそのついていく才能がなかったからということですよね。だからついていく才能がなかったら寝返っていいのかっていう、ああいう姿はやっぱりね、そうなんでしょうね。まあよくあることなのかもしれないけど、わかんないな。まあでもその後のやっぱり死のうっていう、でも死ぬんだったらこの助けてくれた、ね、自分のあの軍隊じゃなくて助けてくれたレミさんのいる、まあ恋をして死ぬっていうね、美しい死ではありますよ。やっぱり生物っていうのはそのやっぱ国のためにあるもんじゃなくて子孫のためにね、個々のね、それは最優先事項である。まあそれもなんかあんまりはっきりは言い切れないけど、まあ子孫を残さなくてもまあ恋をするっていうのはね、あの坂口安吾様でしたっけ、言ってらっしゃいましたけど、人生の花ですからね、と言ってたんで、まあいい死に方だったんじゃないでしょうか。こう抱かれてるんですよ、こう顔を触ってましたもんね。であれなんか、なんかこの人こんなことするんだろうと思ったら、あのその人に化けるっていうかね。でもそれはあの、まあ、作戦を実行するってことですよね。まあでもその何でしたっけ、ウサギとかヘビとかにあのなって基地に潜り込んでっていう作戦は素晴らしい作戦ですよね。なんかあんまり実践されなかったけど、あれが本当にあったら恐ろしい作戦ですよ、まあ、だから止めようとしたんですよね。だからその理由が自分にその兵士としての才能がないからなんであれば、まあだからまあそれを自覚してね、足を引っ張るぐらいだったら別の仕事もあるんでしょうからね。なんかあのいろいろあるでしょう、土木班とかね、戦争ですからね、あの武器を作ったりとかいろいろあって、まあでもね、そういうのはたやすいということですよ。まあでもあの美しい話ではありましたよ、佐田さん、こんな満身創痍になりながら、まだ半分いってないけど、これ確か49話ですからね、ということはまあ20、まあもうちょっとで半分ですけど、面白かった。この今回だから3つとも面白かったですよ。お人形も面白かったし、失礼あのイエローが出てきたね、話も面白かった。これは渡辺さん、そうですね、まあ僕は面白かったけどっていうところですよ。やっぱりでもいろいろ言われると、もうなんか描きたいものも描けなくなるじゃないか、この野郎バカ野郎と思うの持って帰ったのかもしれません。それは分かりませんけど、まあそこは職人芸というか、あのお見事でしたね。というわけでございまして、顔の赤いお酒好きと、あの臭いタバコ吸う人、まあ見てる皆さんにはこのタバコの臭さは似合わない、あの似合わないと思うんですけど、あの声の聞き取りにくい YouTuber もそれそうですよ。あと今日はあのちょっと冷房でこのエンジン、ちょっと後で聞いてみますけど、これはちょっとね、まあね、災害級の暑さって言われてますから。そういうわけでございました。皆さんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。テーマ曲はキリンさんでした。おいしゅうございました。もうほんとビール間違いない。それでは皆さん、ごきげんよう。菊池さんでした。